はい、ボタンを今押しましたので、もうちょっとしたら開始されると思います。はい。皆さん、こんにちは。大牟田市動物園企画広報担当の富澤です、今日もとっても暑い一日になりましたね。ぜひ、涼しいところで、飲み物とか飲みながら、このイベントを楽しんでいただければと思います。さあ、それでは今日の、ゲストの方をご紹介いたしましょう。荻本圭介さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、荻本さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、荻本圭介と申します。私は、山口県下関市にある、下関市立下関水族館海響館という水族館で飼育員をやっています。担当生物は、フグの仲間、サメの仲間、甲殻類、カニエビとかですね、いろんな生き物になってます。イルカは飛ばしてないんですが、生き物のこと今日はお話しさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あ、もうすでにね、チャットにこんにちはって書いてくださった方いらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これから荻本さんにはフグがどうやって目をつむるのかというようなですね、身近な魚たちの秘密についてお話をしていただくんですけど、皆さん、そのプレゼンの最中にですね、荻本さんに聞いてみたい質問とか、あと荻本さんのプレゼンへのツッコミとかコメントとかですね、そういうものをぜひ、チャットボックスの方にお気軽に書いていただければと思います。そして、プレゼンテーションが終わりましたら、皆さんの、ご質問やコメントを、読んでいって、荻本さんにぜひ、ご回答をいただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは荻本さんのプレゼンテーションをお楽しみいただきたいと思います。荻本さん、画面の共有をお願いいたします。はい、それでは始めさせていただきたいと思います。どうでしょう、これで皆さんしっかりスライドは見えているでしょうか。はい、来ました。大丈夫です。お願いいたします。はい、それでは改めましてよろしくお願いいたします。私、荻本圭介、フグの目の閉じ方というですね、最近研究やってみました。一番お伝えしたいことはですね、水族館で普通に泳いでいる魚にも、たくさんの謎や発見が秘められているよっていうお話です。今日は、どうぞゆっくり聞いていってください。まずさっき自己紹介はしたんですけど、ちょっとこれも作っちゃったんですよね。出身は東京都で、水族館で働き始めて僕8年目の32歳です。大学は北海道にいまして、サメの研究やってました。そこから今こちらに来て、フグたちと楽しく働いています。さて、簡単に僕の、職場のご紹介差し上げたいと思います。今見えてる写真が僕の勤めている海教館の、外見ですね。来てくださったことある方はいらっしゃいますか？どうでしょうか？はい。こちら、海が見えていますが、ここは関門海峡ですね。奥に見えている陸地が九州。海峡が立っているところが山口県と、そういう場所に立っています。後ろに見える吊り橋は関門海峡の、関門橋ですね。こんな場所です。僕はとっても綺麗な場所だと思っています。そして、うちの水族館の、推し面たちですが、まずですね、日本近海に広く生息しているクジラの仲間、スナメリー。それから、下関の市の鳥ともなっているペンギンたち、ペンギンの飼育施設については、国内最大規模のものを要しております。そして最後に、魚や小さな生き物たちも展示してるんですが、左下の写真にもあるフグの仲間、下関市はですね、フグの取扱量が日本一のフグの町ということで、フグの展示、世界最大規模のものを提供できるように頑張っています。さて、今回の研究材料でもあったフグの仲間たちについて、皆さんはどんな、イメージをお持ちでしょうか。僕はですね、就職するまでは、美味しい魚っていうことくらいしか知らなかったんですよね。実際こっちに来て毎日食べてるわけじゃないんですけれども、はい、子に乗ってるですね、お刺身以外にも鍋にしても美味しいしですね、それから唐揚げ、皆さん召し上がったことはありますかね。フグの唐揚げってとっても美味しいんですよね。お高いイメージがあるかもしれないんですけれども、まあ、そういった安い、B 級グルメみたいな気軽な楽しみ方もできる美味しい魚であることは間違いありません。ですがですね、フグたち生き物としてもとっても面白い特徴をたくさん持っています。実はこちらに写真が出ている
生き物、みんなフグの仲間なんですね。トラフグというフグが有名ですけれども、それ以外にもチクチクしたハリセンボンの仲間、体がペラッとした、カワハギの仲間、それからですね、甲骨魚類、まあ、多くの魚の中で体重、体の重さが最大級であると言われているマンボウの仲間まで、世界になんと350種も、大体350種類くらい知られている、まあ、いろんな特徴を持った、生き物です。こんな感じのフグの仲間について、今回研究をしました。でですね、こちらで一度、私がこのフグの仲間を見ていて、最初に今回研究したまばたきに出会ったような動画を見せる、お見せするんですが、YouTube のですね、概要欄に、動画の URL が貼ってありますので、ご覧になられる方はそちらも見てください。一度こちらでも動画を再生させていただくんですが、ちょっとカクカクするかもしれません。僕がですね、ある日水槽を見ていますと、このようにですね、こちら模様フグというフグなんですが、目を閉じている様子が見れたんですね。もう一度いきます。ちょっとカクカクしてて申し訳ないんですが、目をですね、周りの皮膚を目の中心に寄り集めるような変わった方法で閉じていることが分かりました。小木本さん、すいません。はい、今、動画が映っていないですね、画面上に。あ、プレゼンテーションの画面になってます。はいはい、プレゼンになってない状態ですね。はい。申し訳ありません。そしたら、はい、動画の、あ、なるほど、分かりました。はい、すいません。お願いいたします。はい、富澤さん、ありがとうございます。はい。画面共有をいじらせていただきます。あ、富澤さんすみません。これでどうでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、では、改めましてですね、フグが目を閉じるところです。ご覧ください。目の周りの皮膚をですね、中心に寄り集めるようにして、キュッと目を、閉じているフグの動画です、先ほども申し上げたんですが、ちょっと見にくいというお客様は、後日ですね、URL からも、見ることができるので、はい、YouTube の概要欄をチェックしてみてください、それではスライドの画面に戻らせていただきたいと思います。すいません、富澤さん、スライド今見えているでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい。はい。ということでですね、僕、先ほど水族館職員になって8年目と申し上げたんですが、そのうち2年目くらいですね、新人の頃にこういったフグが瞬きをするところに出会いました。でですね、私、あんまり魚が目をつむるっていう、イメージがなかったんですね。僕の頭の中のスライドをちょっと作ってみたのでご覧いただきたいんですが、まあ、目を閉じる生き物というと、まあ、こういった哺乳類の仲間ですとか、まあ、カエルの仲間映ってますが、両生類、それから鳥類ですね。こういった生き物がまぶたの動きとか、こちらは瞬膜っていうちょっと変わったまぶたの一種なんですが、こういったもので目を覆う行動をする、こういった生き物たちを想像していました。で、水の世界に目を向けてみますと、こちらに目が真っ白になっているサメの仲間の顔が映っているんですが、サメの仲間はですね、やはり瞬膜と呼ばれる特殊な膜を使って目を閉じることができるんですね。ただ、海の世界の生き物で目を閉じる生き物、僕はサメくらいしか知らなかったんですね。あ、もちろんイルカやクジラの仲間、それから、アザラシの仲間など、一度陸に、生活圏をそしてそこから海に戻ってきた生き物たちは目を閉じるんですが、まあ、魚の仲間が目を閉じるっていうイメージはなかったんですね。ただそういう状況の中で、フグが目を閉じるシーンに出会った私は、これをぜひですね、面白い特徴ですし何より可愛いなと思ったので、お客様に解説としてお届けしたいなと思ったんですね。そういうわけで、どんな時にじゃあ目をつぶるのかなっていうことを調べたら、このように、
寄生虫が目についたとき、それから水槽や壁にぶつかったときです。それから、目に砂がついたときなど、目に物理的なダメージを負ったときに目を閉じるようなことが分かりました。ですから彼らは目をギュッとウィンクするのは別にこう恋愛のアピールをしているとかそういうわけではなくて、目を守るためにやっているんじゃないかなと思いました。で、もっと詳しい情報が知りたかった私は、本をいろいろ調べてみたんですね。今出てきましたが、荒俣先生が書いた世界大博物館、それからこのフグの博物誌という本は、下関のフグ処理師さん、フグの料理人さんですね、その人が書かれた本なんですが、こういった本の中にもフグは目閉じるよっていうのは書いてあったんですが、それ以上の情報って意外と知られていなかったんですね。そういうわけで、失礼しました。もっとこの構造について知って、面白いことが分かったらお客様にお伝えしたいなということで、自由研究を始めました。そして前置きが非常に長かったんですけれども、今日はですね、今回、調べて分かったことについて大きく2つに分けて、ご説明をしたいと思います。フグはどうやって目をつぶるのか、そしてそれはどんな仕組みなのかということを今回調べました。そこから分かったことを、この先はご紹介したいと思います。ではまず、どうやってというところですね。まずですね、観察するためには生き物が必要ですので、この辺の海に普通にいるコモンフグというフグ、こちらを材料に選びました。大きさはですね、手のひらサイズくらいの、小型のフグの仲間です。このフグを使ってまず目の動きを観察しました。では、また、動画をですね、ご覧いただきたいと思います。先ほどの YouTube の画面をもう一度出させていただきますね。今度はですね、コモンフグが目を閉じるところの動画をご覧いただきたいと思います。はい。この動画なんですけどもね、今もう少しで始まりますかね。非常に苦労しました。はい、フグにですね、目をいいタイミングで閉じてもらわなければいけないので、上からちょっと出てきているんですが、スポイトを使ってぬるま湯を吹きつけて、目を閉じてもらいました。こちらの動画も YouTube の概要欄に、貼ってありますので、また後日見にくかったという方は申し訳ありませんが、見てみてください。さて、このフグもですね、このようにしっかりと目を閉じてくれました。では、ここから分かったことを、この先ご紹介していきます。よいしょ。では、もう一度スライドに戻りますね。はい。さあ、このコモンフグを、観察に使ったわけなんですが、目をつむる行動を何度も何度も見ていると、こんなことが分かりました。目の周りの皮膚を中心に集めて、ぎゅっと閉じているっていうことですね。ただ、これをなんとか数値化してお伝えすることはできないかなと思いまして、次のような処理をしてみました。独特な目の閉じ方を見える化するということで、左に出てきたのが、コモンフグの体の絵なんですけれども、目の横幅、それから青で示している横幅ですね、それから黄色で示している縦幅、これを、動画をですね、一つ一つの分解写真に分解して、それぞれの写真で測定しました。動画はパラパラ漫画のような絵の連続でできているので、その一つ一つの絵について、この長さを測って、その二つの長さがどう変化するかを調べたのがこちらのグラフです。横軸が、経過時間ですね。それから縦軸が、二つの長さの数値を表しているんですが、青い横幅も黄色い縦幅も、目を閉じてから開くまでの間に、一度減ってから増加していることが分かりました。ということはですね、縦幅も横幅も一度少なくなって、もう一度元に戻るということで、フグたちが目の周りの皮膚を中心に向かって動かしている。そういうことが、分かったんです。さあ、この特徴なんですが、他の生き物の目のつむり方と僕はすごく違ってるなと思いました。どういうことかと言いますと、すいません。僕の顔を見ていただきたいんですが、今、僕が目をつむるときって、
目の縦幅は変わってますよね。上下のまぶたで目を閉じているので、縦幅は変わってるんですが、横幅は変わっていないと思います。私たちがよくイメージする生き物の目をつむり方っていうのは、こういったものだと思います。こちらに出てきた生き物たち、まあ、哺乳類中心に目を集めてみたんですが、全部ですね、まぶたの上下の運動で目を閉じていると思います。ちなみに左側の下の目は何の目だかわかりますか？これはクジラの仲間の目ですね。こういったまぶたによる目の閉じ方、それから先ほどもちょっとご紹介した、瞬膜というもので目をつむる生き物もいます。両生類、爬虫類、鳥類など、まあ、一部哺乳類も使うものがいるんですが、この瞬膜もですね、目の横幅、縦幅どっちかしか変わりません。瞬膜は目の下から出てくるか、後ろの方から出てくるか、そういう動きが多いです。ということで、こういった陸上にの生き物、もしくは陸上にルーツを持つ生き物とは、まず目の閉じ方が違う。そして、海の中で目を閉じる生き物、ちょっとだけいるので、頑張って持ってきたんですが、先ほど最初にご紹介したサメの仲間のような瞬膜で目を閉じるもの、そして今回の研究で調べたところ、サメの仲間には一応上下のまぶたで目を閉じるものもいたみたいなんですね。しかしご覧の通り、他の生き物たちとはまたもっと違う目の閉じ方をカモンフグは見せてくれたということが分かりました。とっても僕は面白いと思いましたね。そして、この時に僕がもう一つ気になったポイントがあって、目玉の動きです。僕たちが目をつむるときって、実は眼球ですね。眼球、目玉ですね。目玉が少しだけ奥に引き込まれるということが分かっているんですね。では、これがフグたちではどうなのかということも今回調べてみました。目玉の動きも見えるかということで、ただ、目玉の動き、外からは見ることは難しいので、こういった機械を使いました。エコーをですね、超音波を使って、体の中の組織の形などを見ることができる機械ですが、これを、こちらコモンフグの顔を真正面から見た写真なんですが、頭の上から、センサー、当てまして、超音波を当てまして、この断面を観察しました。こちら目が両方入っていると思うんですが、この断面を観察したところ、上が目をつむる前、下が目をつむった後なんですが、オレンジ色の丸で囲っている目玉がですね、下の写真では少し目の奥の方に引き込まれていることが分かりました。はい。それも、では、また数値化しましょうということで、今回はですね、ここまたちょっと分かりにくい図が出てるんですが、これは目を含む顔の断面ですね。先ほどの正面を見ている顔の、あたりを、目のあたりでサクッと切った図になっています。この目のあたりを拡大したのが図で、目の縦幅ですね。先ほども出てきた縦幅と、眼球が元の位置からどれくらい引き込まれたかという深度を、エコーの動画を撮ってですね、それについて調べてみました。時間が、横軸、縦が先ほどの2つの、長さというグラフなんですが、目をつむり始めたところで、まあ、目の縦幅は一度減りますね。それが目を開くと、元に戻っていくんですが、黄色いグラフですね。その時に、目の深度、目玉がどれだけ引き込まれたかの数値は、目を閉じるときにですね、一度上がってからまた元に戻るという動きをしていたんですね。このことから、フグたちは私たち人間と同じように、目を閉じるときに、眼球を引き込んでいるということが分かったんです。そして、このとき一つ大きな発見がありました。それは、フグの目を引き込む深さです。ということで、マニアックなランキングを作っていました。目玉の引き込み距離ランキングということで、コモンフグの目の引き込む長さですね。これを他の生き物と、比べてみました。そうするとですね、面白いことが分かりました。あ、ちなみに、ここで言う引き込み距離というのは、目玉の大きさに対する引き込み距離なので、体の大きさが違う動物でも平等に比べられるようにしています。まず、私たち人の場合、目玉の
直径の 6% だけ眼球を引き込んでいるということが分かっています。さあ、どんどん動物を出していきましょう。目を引っ込める動きで有名なカエルの仲間。カエルの仲間は目を眼球の 50% 引っ込めていることが知られています。さあ、モンフクは何番目に出てきて、その値はどれくらいなのか皆さんちょっと想像してみてください。次はですね、意外にもサメの仲間が調べられていますね。こちら、美ら海水族館で飼育されているようなジンベエザメですか。ジンベエザメも、近年の研究で、目玉の 50% くらい眼球を引き込めるということが分かっています。そして次に、意外ですよね。イルカ、クジラの仲間、結構目を引き込むんですね。眼球の直径の 60% くらい目を引き込んで、物への衝突などから目を守っているということが研究から知られています。そして、我らがコモンフグはなんと、こういった面々を超える 70% 眼球を引き込んでいる。とっても深い距離眼球を引き込んでいるということが、はい、わかりました。しかし残念ながら、1位は取れませんでした。1位に君臨している生き物が別にいまして、それは、こちら、エイの仲間でしたね。エイの仲間たちは、砂地で生活していることが多いんですが、上からの生き物からの攻撃を、から目を守るために、眼球をなんと、眼球直径の、眼球直径以上に引き込んで、目を守っていることが知られています。こんな発見もありました。そして、次です。では、こういったコモンフグの独特の目のつむり方、どんな仕組みで、引き起こされているのかということを調べました。仕組みというのは、その動く仕組みですね。私たちの体、基本的に骨を持っている動物だったらそうなんですが、動かすときには筋肉が、多くの場合関係しています。ですから今回僕はコモンフグの目にも目を閉じさせるための筋肉があるのかなというふうに予想を立てました。そこでコモンフグを解剖してみました。こちらはですね、コモンフグの、目の周り、まあ、頭ですね。頭の皮膚を除去して解剖した絵なんですね。頑張って描きました。このオレンジ色に見えている場所が、筋肉なんですが、実はですね、今ここに見えている筋肉、目を閉じるのには関連しないものばかりなんですね。顎の周りにあるのは顎を締める筋肉、そして胸びれの周りにあるのは胸びれを動かしたりする筋肉。こういうふうにですね、一見すると目を閉じるための筋肉っていうのは見当たらなかったんですね。というか、目を閉じられそうな筋肉っていうのは見当たりませんでした。困ったなと思いまして、ちょっと剥がした皮の方に目をやりました。そうすると、なんと皮の裏側にですね、非常に薄い筋肉がへばりついていました。それを皮から丁寧に剥がして、この、コモンフグの、皮を剥いだと重ねてみると、こんな筋肉が現れたんですね。体中を覆うシート状の筋肉。今、ブルーで示しています。そして、その筋肉の一部、目の周りが目を覆うように、囲むようにですね、ぐるぐると同心円状みたいな形をしていたんです。これを見てですね、人間の目を閉じる筋肉に、ちょっとここに絵を出させていただいたんですが、すごく似てるなと思いました。もしかしたらこの筋肉、目を閉じるのに関わっているかもしれない。そうは思ったんですが、これはあくまで予想です。では、それを確かめようということで、こんな実験をやってみました。先ほどのブルーの筋肉、それから目の周りの筋肉を皮ごと切り取ってですね、こちらの生理食塩水に浸して、そこに電流を流してみました。この電流を流したときに、この筋肉が目をつむるのに関わっているんであれば、この状態でもですね、目の部分を覆うような動きをしてくれるはずです。それを確かめた動画を、次にご覧ください。また YouTube で画面共有させていただきます。こちらの動画も、概要欄にURL が貼ってありますので、今回ちょっと見にくかったという方は、すいませんが、そちらも、見てみてください。さあ、しっかり再生されるでしょうか。ちょっとわかりにくいかもしれないんですが、右側に映っている電圧計ですね。
電気が流れていることを示すような針の動きがグイッとあったときに、フグの皮に付着した筋肉がそれ単体で電流を受けて目を閉じるような動きをしていることが分かりました。拡大してもう一度お見せします。この実験からですね、今回見つけたこの薄い筋肉が目を閉じているということが、分かったんですね。それではまた、スライドショーに戻りたいと思います。さあ、この実験を受けてですね、フグがどのように、目を閉じているか、その仕組みまでが明らかになりました。で、次に私が気になったのは、このどんな生き物ともつかないような目のつむり方。これって他の生き物の目のつむり方と同じものなのか、同じ起源を持つ行動なのかということが気になりました。ちょっとイメージしにくいと思うので、こちらの図を使ってご説明します。これは、地球上の生き物のうち背骨を持った生き物の進化の流れを示した系統図というものです。左側から見ていただきたいんですが、まあ、遠い祖先から進化が始まって、サメの仲間、サメ以外の魚の仲間、それから両生類、哺乳類、爬虫類、それから鳥類などですね、いろんな仲間がこう進化してきたという、図ですね。この中で目を閉じることができると思われていたのは、このグリーンで示している両生類から先の仲間でした。しかしですね、今回目をつむるということが分かったフグの仲間は、この魚の仲間の一部、ここを拡大するとこんな進化の木ができていて、フグの仲間はですね、この魚の仲間でも、非常に進化が進んだ仲間だというふうに言われていて、ここに位置しています。このフグが目を閉じるということは知られているんですが、他の魚の仲間、サメを除いた魚の仲間では、目を閉じるという行動はあんまり知られていなかったんですね。ここから私が考えたのは、フグの目を閉じるという行動は、私たちがよくイメージする他の生き物の目を閉じる行動とは、全く別に獲得された、似ても似て非なる行動だということです。これはとっても僕的には面白くて、そうですね。言うなれば、他の生き物たちが陸で目をつむる行動を進化させて、まあそうですね、目を乾燥ですとか、陸上独特の理由で、守っていた頃、フグは全く別の海の中でですね、目を閉じる行動を別々に進化させたということです。似ているのにこんなに起源が違う行動、とっても僕はドラマチックだと思いました。今後気になっているのは、なんでフグはこの独自に目を閉じる行動をわざわざ進化させたのかなというところですので、その辺を、研究で明らかにしていきたいと思っています。さあ、今回のお話をまとめますと、フグは生き物たち、他の生き物たちと全く異なる目の閉じ方をする、そして独自の進化のストーリーを持って目をつむる行動を進化させたということが分かりました。これはですね、僕がいつも水族館で見ている身近な生き物からの発見でした。いつも生き物たちを見ながらですね、その新しいこう発見にワクワクさせてもらっているんですが、こんなこともわかるのかなということで、よりこの飼育員生活が楽しくなった、そんな研究でありました。ぜひ皆さんもですね、私からのご提案なんですが、動物園水族館をご覧になるときは、ぼんやりとですね、動物たちをまたりじっと見てみてください。ここにですね、持ってきたのは、今回今目の研究をさせていただいたので、陸上の生き物たちのですね、目の形をちょっとコロナで外出もなかなかできないので、昨日ネットサーフィンして調べたんですけれども、結構ですね、目玉の黒目の形、それからまつげの長さ、それから目自体の形などで、ね、いろいろだなって思いながら眺めていましたね。こんな風に目だけ切り取っても生き物たち本当に飽きさせてくれません。しかも、ここで見てるのまだ写真だけなんですよね。コロナが落ち着いたらですね、動物園にも足を運ばせていただいて、いつも僕たちが見ているですね、水の生き物と、動物園の動物たちの違い、僕もですね、見てみたいと思いますので、ぜひ皆さんも、動物園水族館に足を運びいただいて、動物たちをぼんやり観察してみてください。ということで、今回のお話は終わらせていただこうと思います。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。
荻本さんにですね、たくさんコメントや質問をいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。これからですね、荻本さんにぜひ質問に答えていただいたり、コメントへの、お返しをいただこうと思いますので、ぜひもしまだ、いろいろ書いてないよという方いらしたら、コメントのチャット欄の方にですね、ぜひお気軽に書いていただきたいと思います。はい、まずですね、そうそう、開教館に、遠いので、ぜひ今度時間があれば行ってみたいですっていうふうにおっしゃってくださった方もいらっしゃいました。それからこれからまた行きたいですっていうふうにアッスーさんとか書いてくださってる方いらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんが一番やっぱりコメントが湧いたのが、やっぱり一番最初のフグがギュって目をつむる動画を流された時ですね。はい、はい、やっぱりそのギュって閉じるんですねということで、かなりいろんな方がコメントを、はい、いただいております。これ絶対YouTube で見た方が今回のプレゼンよりも YouTube の方がもっと細かく見れるので、ぜひ皆さんこのイベント終わったらぜひ YouTube でもまた再生していただければと思います。あ、そうそう、この動画はですね限定公開になっておりまして、この YouTube のライブ配信の概要欄にしか書いておりません。でこの、限定公開なんですが、今月9日の夕方5時までということで、3連休の間お楽しみいただけるようになっておりますので、ぜひこの貴重な動画をですね皆さん見ていただければと思います。あ、荻本さん、すいません、共有を編集していただいてもいいですか。はい、忘れてました。ありがとうございます。はい、大丈夫ですかね。多分画面が真っ黒な状態かもしれません。すいません、失礼しました。はい、はい、あ、それとですね、101% 目が奥に入るっていうサメでしたっけの、あ、はい、あ、エイですかね、エイですね、はい、のお話のところで OKZ さんからすごいっていうコメントが入ってます。あ、敵ながらあっぱれですね。あれに敵なんですか。いやー、ちょっと1位を取れなかったんで、はい、そうですね。いやいや、ありがとうございます。僕も、はい、やられたなって思いました。あ、はい、そうなんですね。実際にご覧になったことあるんですか、その 101% 下がってるシーン。そうですね、一度見たことがあるんですけど、もう本当に眼球の表面が埋没するような、完全に埋没して面が隠れちゃうような動きをするんですね。はい、 A の中もやっぱり上から狙われて攻撃されることが多いので、やっぱりしっかり目を守るための仕組みなんだろうなっていうふうに思いました。すごいですよね。なるほど。それからですね、恵美子振動さんから、目が乾燥しないのにどうして閉じないといけないんでしょうかというはい、ご質問いただいたんですけど、ちょうどその後のプレゼンテーションの中で、はい、例えば砂がと目についたとか寄生虫がってお話をされてたので、おそらくそれでご質問の回答にはなるかなと思うんですけど、はい、何か付け加えることございますか。とってもいい質問ありがとうございます。ぜひ付け加えさせていただきたいポイントがあります。はい。おっしゃっていただいたように、確かに目は乾燥しない。だけど、まあ、ダメージはあるので、つむるっていうことで説明ができるんですが、もう一つ僕は疑問が残るんですね。フグと同じような場所で生活している魚の仲間って、何種類も何種類もいるんですが、他の魚たちは目をつむらないのに、なんでフグは目をつむるのかなと。いうことがまだ謎として残っていて、ここはまだ確かめられてないんですよね。はい。ただ、僕が一つ思うのは、フグたちの泳ぎ方に関係があるのかなっていうふうに思ってます。ぜひですね、海教館に来ていただいて、フグを見ていただきたいんですが、フグたちはですね、他の魚と違って、ホバリングのような動きが得意なんですね。他の魚たちは、尾びれという一番体の後ろにあるヒレを振って、体をくねらせるように泳ぐんですが、フグたちは体中のヒレを使ってですね、ぐーっとその場で曲がったり、旋回したり、ゆっくり泳ぐんですね。これを使ってですね、他の魚たちが手を出しにくい岩についた生き物とかを器用に食べたりするんですが、この動き、メリットもあるんですが、体の動きがかなりゆっくりになってしまうので、目が狙われやすくて、その動きのデメリットを埋めるために、目をつむるようになったのかなっていうふうに思ってます。わかりました。なるほど。はい。ありがとうございます。あ、ちなみにですね、プレゼンについても、
あれ、なんか私が喋るとすごいうるさいです。大丈夫ですか？僕は大丈夫です。あ、本当ですか？すみません。はい。OKZ さんから、先ほど質問くださった方ですね。プレゼンについてもすごくわかりやすくて、随時されていて感動しました。というコメントいただきました。わあ、やってよかったです。ありがとうございます。はい。あと、純子 S さんから、解剖図の画力がすごかったです。という。確かに、あの解剖の絵、やばいですよね。あの筋肉、すごいですね。あの、なんか研究者の方って、絵うまいですよね、皆さん。特に解剖系のなんか関わる方。なんかあの、はい、例えばあの、キリンの研究者の郡司メグちゃんとかも、むっちゃ筋肉とかすごい上手に描くんですよ。ガチの解剖学者さんはすごい。なんかそうなんですよ。絵うまくないと解剖系できないのかなって思うぐらい。いやいや、あの僕もあの解剖学を、まあ、大学でやってたんですけど、もう最初先生たちの火力がやばくてひるんでたんですが、意外とあれって簡単に描けて、あの写真を撮ってトレースするような描き方を実はしてるんですよね。ですから、はい、皆さんにお勧めしたいのは、何か水族館とか動物園でパチッと写真を撮って、トレッシングペーパーとかで線画を描いてみると、案外オリジナルの素敵な絵が描けたりすると思います。着物の絵、面白いです。そう、私もあの大学の授業で点描画の授業とかあったじゃないですか。ありますよ、ね。だんだん、なんかこう、点がすごい雑になってくるんで。なんか片手に鉛筆3本くらい持って打ってる学生とかよくいますよね。もうなんかもうだんだん打つ力がすごい強くなってきて、もうレテンみたいになっちゃったりとかして、もう全然向いてなかったんですけど私は。いやー、かすれたりしますよね。やっぱりそうですよね。はい、でもやってたらハマっちゃいましたね。あ、本当ですか。嬉しいです。素晴らしいです。はい。それからですね、目のことについてなんですが、純子 S さんから、深度って眼球の大きさとも関係あるんですか？というご質問をいただきました。ああ、それのことはちょっとあんまり考えてなかったですね。その目の大きさ、眼球の大きさとかも関係するんじゃないかっていうことですよね。そうですね。はい。ああ、確かに。今回それ考えてなかったですね。ということは、新しい研究の。そうですね。その比較するときの考え方として、僕も持っておく必要があるかなと思います。確かに、目が大きいか小さいかで変わってきそうですね。値が。そうですよね。深海魚とかだと、もう本当にすごい大きかったり、すごいちっちゃかったり、いろいろですもん。めちゃくちゃ、はい、特に魚は目の大きさにムラがありますからね。あ、確かに、はい。新しい発想です。すいません。ありがとうございます。素晴らしい。純子 S さんが新たな研究の領域を開かれたかも。素晴らしいです。うわ、素晴らしい。ありがとうございます。はいはい。それから、アッスーさんから、環境館に行った時に、確かに絞って目を閉じていたのを思い出しました。とコメントをくださいました。すごいですね。ここまで見てらっしゃる。お客様、素晴らしい。素晴らしい。はい、結構、これがすごいことで、目を閉じること自体レアなので。あ、はい。そうですか。じゃあ、なんかね、目閉じてるとこ見たらいいことあるかもしれませんね。眼福ですね。ありがとうございます。はい。それから、始祖町堂書店さんから、以前、機関にお邪魔したときに、トラフグが半分砂に埋まって目を閉じているのを見ました。眠るためというより、砂が目に入らないようにと考えた方が良さそうでしょうか？というご質問です。はい、そうですね。よく、そうなんです。トラフグは、その目をつむる行動を見やすいんですよね。で、寝てるんですかって聞かれるんですが、うん、おそらく防御の方が強いと。なるほど。防御なんですね。はい。砂から目を守るんじゃないかなと思ってます。つっついたらすぐ泳ぎ出すので、寝てるんじゃないんじゃないかなって思ってます。じゃあ、その目が開いた状態で砂の中に潜っても目は平気なんですか？目が開いた状態で潜ることはあんまり、あ、そうですね。目はですね、結構潜るときに砂の外に出してるんですよね。あ、目だけは砂の上にいるって感じですね。そうなんですよね。なるほど、なるほど。その上で目を閉じてることもあるので、それはこう、はい、砂が目にかかる姿勢でいいかなっていうふうに。なるほど。その、あれですかね、海流の向きとかにもよるんですかね。あ、と思いますね。その、なるほど、邪魔なものがあるかどうかでも調整してるのかなっていうふうに思ってます。じゃあこれ、いつ寝るんでしょうね。そうなんですよね。その魚が、どう眠ってるかっていうのはすごく興味があるんですけど、僕らも分かっていなくって、ただフグとかも
寝てるような感じの時があります。例えば、夜に僕、海に潜ることがあるんですけど、そういう時は、もうなんか、これくらい、普通近づいたら魚って逃げていくじゃないですか。でも、これくらいまで近寄っても、なんか、って感じで動かないことがあるんですよね。目は、ガン開きです。あ、じゃあ、目の、こう、開閉と、睡眠状態というのが、一致していない可能性があるということですね。はい、そうですね。僕がちょっとお遊びで夜見たフグたちから考えたのはそんな感じですね。まあそれはちょっと脳波とか測ってみないとわからないですね。きっとその睡眠状態かどうか、まあレム睡眠なのか何なのかっていうところも、はい、なるほど。まあそういう睡眠の質がどうあるのかっていうのもちょっとまだ魚類では分かってないですもんね。でも一番面白かったのはやっぱりその夜、そのここまで来ても逃げないっていうのが、やっぱり眠ってるんじゃないかなっていう、こう、ロマンを感じて、すごく嬉しかったですね。で、その時に、例えば、なんか、ある時、わって気づいて、あーってなって、わーって逃げる感じです。なります。なんか、こう、近づいてって、ほいって水かけたりすると、えっ、わーみたいな感じで逃げてくんですよね。あらー、だって、いきなり目開けて人間いたらびっくりするでしょうね。いや、かわいいなーと思ってですね。いじめてないんでご安心ください。そんなこと。安眠妨害です。安眠妨害。そうですね。怒られちゃうかもしれない。はい。海でそんなものを見たことがあります。はい。ということなので、首都町道書店さんご参考になさってください。はい。それから、ごめんなさい。私、ちゃんとね、読めるかわからないんですけど、ホッコロコ19さん。コモンフグ以外のすべてのフグも目を閉じるのでしょうか？生息域などで違いはあるのでしょうか？ということです。またまた素晴らしい。この後やろうとしてることについてのご質問ですね。ありがとうございます。僕がですね、今この研究続行して調べてるのがまさにそこで、結論から言うと、先ほど最初にいろんなフグをご紹介しましたが、あの中に目をつむる、フグはごく一部ですね。はい。フグの仲間の中で目を閉じることができるのは、トラフグの仲間って言いますかね。よく言われるフグの形をしたやつらです。ですから、マンボウとかハコフグとか、ああいった仲間は目をつむることができないと考えてますね。あ、そうなんですね。なるほど、はい、なるほど。そうですね。ということは、はい、はい、それは生息域にも関係してるんですか？おそらくそれは生息域というよりは、系統的なものだと思ってますね。似たような仲間が目をつむっていて、それ以外のグループは目をつむらないっていうことだと思ってますね。一応理由としては、さっき の目をつむるのに使っていた筋肉がありますよね。あれがあるかないかを、フグの標本をめちゃくちゃ解剖して調べてみたんですよね。そうすると、やはりトラフグに似た形をした仲間にしかその筋肉がなくて、ただその仲間って深海にいたり、表層にいたりとか、活発に泳ぐやつも、ゆっくり泳ぐやつもいるんですけど、みんなその筋肉は持っていました。あー、なるほど。はい、じゃあ生息域は関係ないかもということですね。そうですね。かもっていう感じですね。やはり謎は深まるばかりです。はい。ちょっとまだまだこれ第2弾フグの話第2弾が来年ぐらいにできるといいですね。そうですね。ぜひやらせていただけたら嬉しいです。はい。ご続報を用意します。はい。ということで、お楽しみにということでした。はい。それから別の質問です。OKZ さんから、水族館を見ていると、眼球がなくなっている魚が時たまいますが、フグのように目を閉じることができたら防げる可能性が高くなるんでしょうか？というご質問です。そうですね。やっぱりこう、防ぎきれるかどうかは怪しいところですね。というのも、眼球がなくなっている魚っていうのは、まあ、他の敵に攻撃されてなくなってるわけなんですけれども、そうですね。どれくらい守れるかはちょっと定かじゃないんですよね。はい。目を閉じられたとしても、その攻撃を受けるってことは、それだけ弱ってしまっているってことだと思うので、弱った状態で目を守りきれるかっていうのはわかりません。ですから、まあ、自然の海ではもちろんそういうことはあるんですけど、僕ら飼育者としてはですね、まあ、そういった体力のなくなった魚をいち早く見つけてですね、他のものと隔離してあげたりとか、そっちで守ってあげるべきなのかなっていうふうに思ってます。なるほど。なかなかそうですね。やっぱり魚って群れで暮らす動物なので、基本的にそうするとどうしてもやっぱり他の個体との軋轢だったりということが出てきてしまいかねないですね。そうですね。やっぱりその目がなくなるっていう、はい、
なんていうんですかね、コメントにあったように、なくなりがちなんですよ。目って美味しいみたいで。やっぱり、死んでしまった。はい、食べちゃうんですか？はい、そうなんですよね。海とかで死んでる魚の死体とかにたまに出くわすと、まず結構目からなくなってることが多くて、やっぱり目っていうのは食べやすいんでしょうね。うん、ですから、で、かつ重要な感覚器官ですから、まあみんないろんな方法で目を守らなきゃいけないっていうのがすごく伝わってくるかなって思ってますね。うん、ああ、なるほど、はい。そういうことなんですね。結構重要コンディションに行きますね。はい、目は。行かれてしまうみたいですね。なるほど。はい。それから、恵美子新道さんから目を閉じる必然性についても様々なことが考えられるのですねという、これ先ほど の, ご質問へのご回答に対して の, はい、お経験かと思います。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、それからエリコアワウさんから、新道と目を覆う皮の厚さって関係してたりしますかというご質問です。あ、目と皮の厚さですか。ということは、皮が分厚い場合はその目がちょっと押し込まれるようなことがあるかっていうご質問ですかね。ちょっと違いますか、ね。ああ、そうかもしれませんね。はい。一応その皮の厚さの影響は出ないような測定の仕方をしてますね。うん、皮の厚さ込みで計測してしまうと、皮の厚さが分厚いほど深度が深くなっちゃうみたいなことが考えられるんですけれども。あとは多分深度が深くなるということは、それだけ水圧が強くなるから、皮が厚い皮である必要がある、要するに戻したりとかっていう時にやっぱり水圧の圧力を受けるじゃないですか。でそれに勝つためにちょっと分厚くしたり筋肉分厚くしたりっていう必要が出てくる可能性もあるんですかね。あ、その辺はそうですね、ちょっと定かではないんですが、おそらくですね、目の引き込みに対しに関しては水圧の影響はあんまりないのかなっていうふうに思ってますね。はい、目を引き込む行動っていうのが、まあ目の後ろにくっついてる筋肉で引っ張るような形だと思うんですけど。あ、じゃあ外から押してるというよりは中からギュッっていう感じ。そうですね、中からギュッとやってるんじゃないかなって思ってますね。その証拠にですね、先ほどのグラフがすごい細かかったんですけど、目を閉じ始めるより、前に目の引き込みが始まっていることが今回分かったんですよね。だから目の外からまぶたとかまで押してるんじゃなくて、目を独立して引っ込めて、その後に前を皮が覆うみたいな、まぶたみたいなところが覆うみたいな、なるほど、独立した運動なのかなって、はい、思ってるんで、まあ、簡単におそらくそういうものには左右されてないんじゃないかなっていうふうに思います。あ、なるほど。では、エリコ・アワウさん、はい、関係があまりないということで、ご理解いただければと思います。はい。はい、それから、そうですね。はい、夏子さんから、今まで単に可愛いなとしか思っていなかったので、これからはもっと観察しようと思いますというコメントいただきました。ありがとうございます。でも可愛いのは僕からするとすごい確かですね。嬉しい、共感していただけて、はい、はい、そうなんですよね。むしろ可愛さっていうのがみんないろんなポイントを見て可愛いと思われると思うんですけど、そこがなんでこうそういう形してるのかみたいな入り口にできたらいいなって思ってました。今海峡館でフグの可愛さをテーマにした特別な展示をやっていますので、ぜひ夏子さん、ご機会があったら、多分来年くらいはやってるんで、ぜひ見てください。結構長い間やるんですね。そうなんですよね、2年周期くらいでやってる展示をこの前作ったので、ぜひ可愛い同士の夏子さん来てください。はい、はい、ということで夏子さんご指名入りました、よろしくお願いしますはい、それから奥田、涼河さんと読みするのかな、面白い、ありがとうございましたというコメントいただいてます。ありがとうございます。はい、それと先ほど私が名前が読めなかった、多分ホコローコナイティンさん、がありがとうございます。少し関係ない質問ですが、フグもあくびをしますかというご質問です。よく見られてますね。そうですね。ああ、そうなんですね。なんかあくびみたいなことをするのは見たことがあります。本当に口を開けて大きく海水を吸い込むような。で、なんかわーってやる動きはしてるのを見たことがある。ただ、人間のあくびと一緒なのかわかんないですけど、可愛いなと思ってて。いや、もし本当に
ご覧になって質問されてるとしたらめちゃくちゃ観察眼ある人ですね。はい、なんか皆さん今日は素晴らしい方がたくさん来てくださってます。ありがとうございます。はい、それから、あ、先ほど の、 あの目がないですねっていうあのお話のことなんですけど、首都町道書店さんから、そういえば打ち上がっている魚は大体目がないですよねというコメントが来てます。そうですね、それは柔らかいから、なんかこうあのなくなって流されてる間に落ちちゃったとかっていうことではないですかね。そうですね、まあ、言い切ることはできないんですけど、まあ、結構あの食べてる動物に出くわすこともあるというか、目の周りにまず最初に行ってるカニとか腐肉食性の貝とかに出くわすこともあるから、食べられてるのかなっていうイメージがあるって感じですね。取れる、取れるのか分かんないですね。はい、はい、ありがとうございます。そうですか。あ、夏子さんから、東京なので行きたいけど今ちょっと無理ですね、すみませんというコメントが来ました。はい、はい、振られてしまいましたが、はい、ね、あのまたね、ちょっとそう、実はあの今日終わりにいようかなと思ってたんですが、福岡県も今ちょっとですね、あのちょっといろいろ状況が変わってまいりまして、大牟田市動物園も、連休明けから休園を臨時ですることが決まってしまいまして、結構そういうあの臨時休園のお知らせを出されるところがこの3連休多いんじゃないかなと思うんですね。ですので、ちょっとあの他のところもなかなかそういうところがあるかもしれないんですが、まあ、開教館のイベントは来年までやってるということなので、ぜひこういう状況が終わったらあの行ってみて、あのフグの可愛さチェックしていただければと思います。お願いします。はい、といった感じでほとんどのご質問とコメントは、読ませていただいたんですが、もし何かまた、まだですね、荻本さんの方に聞いてみたいこととかいろいろありましたら、ぜひお気軽に書いていただければと思います。それから今回も、スーパーチャット募集していますので、スーパーチャットを言ってくださった方のコメントは必ず読みますので、ぜひお願いします。荻本さん、これから何かその研究のあのご計画とか、海教館での何かご計画とかございますか？はい、はい、そうですね。まず、このフグの研究はですね、今お話しした分を、論文として外に投稿はしているんですが、先ほどお話しした、どういったフグの仲間が目をつぶるのか、それから、なんで目をつぶるのかの部分、これからですね、まとめていきたいと思ってます。またですね、情報海教館から出させていただこうと思いますので、ぜひ皆さん、ご興味ある方は見ていただきたいです。それから、先ほどあの、まあ、コロナ禍でなかなか来れないという、お声をいただいたんですが、うちの館もですね、SNS、Facebook、Instagram などをやらせていただいていて、いつもですね、ふとした時の可愛い写真とか生き物たちの様子をお届けしているので、ぜひ皆さん、ご覧ください。最後に、完全にフグと関係ないんですけれども、現在、海教館で企画展を、やっています。さっきフグが美味しいっていう話もしたんですけれども、魚の特徴はやっぱり食べられることなので、そういった食にテーマを当てた企画展を現在開催しています。10月まで、ちょっと詳しいこと忘れてしまったんですが、うちの館のホームページを見てください。まだやってるっていうことですね。はい、まだやってます。はい、あ、と言っておりましたですね、じゅんこさんからスーパーチャットが帰りました。 Thank you so much for your nice super chat、 じゅんこさん、はい、フグの新たな楽しみ方を知りました、ありがとうございますというコメントいただいてます。ありがとうございます。はい、そして皆さん、たくさんのナイスパナイスパっていうコメントありがとうございます。はい、なんかこういう文化があるらしいです。私もこの間初めてです、なんかこう誰かがスーパーチャットを入れてくださったら、はい、ナイスパナイスパってはい、とってもね、温かいコミュニティができてるんですよ、このうちのライブ配信、いつも。はい、ありがとうございます。ライブみたいですね、本当に。音楽とか。ライブですよ、ライブですよ、これ。今見てますから、皆さん。いや、そうですね、確かに。小山さん、これ2人でやってるんじゃないのよ。いや、そう。いろんな人見てます、大丈夫です。OK です、OK です。本当にそうです。みんなで盛り上がって楽しいです、ね。はい。もうね、実は今までにもう120人以上の方が見てくださってます。120人。はい、同時ではないですけど、はい。あ、そうなんですね。はい、そういうことです、ね。働きが引き締まる。遅いです。はい、といった感じでですね、大牟田市動物園やってまいりましたけれども、先ほども申し上げましたが、荻本さんがプレゼンの中で見せていただきました貴重なね、非常に貴重なフグの、動画ありましたけれども、3本、
概要欄の方に URL 貼ってございますので、そちらをぜひ、チェックしていただければと思います。この動画が見れるのは3連休の間、9日の夕方5時までとなっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、といった感じでですね、そろそろお時間が近づいてまいりましたけれども、最後に小山田さんから皆さんにメッセージありましたらよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まずは今日最後まで聞いていただいてありがとうございました。僕は正直フグってマニアックな魚だと思っていたので、皆さんのフグについてよく見ていてくださったり、今回の、お話聞いていただいて可愛いって言ってくださったり、本当にすごく嬉しかったです。フグを飼育しているものとしてですね、はい、ぜひ海魚館にお足をお運びいただくとか、海で実際に見ていただくとかでもいいんですけれども、身近な魚の仲間、見てあげてください。そして一番今日お伝えしたかったことなんですが、魚も、陸上の動物も同じ生き物ですから、比較してみるっていうのがとっても楽しいと思っています。ですから見た生き物の情報をちょっとでも別の生き物を見るときに思い出していただいて、総合的に生き物を楽しんでみてください。動物園水族館は、そういう場所かなって思ってるので、お待ちしております。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、アスーさんから勉強になりました、ありがとうございました、またコロナ落ち着いたら遊びに行きますというね、可愛いフグの絵文字も一緒に送ってくださってます。ありがとうございます。僕もよく使うかもしれないその絵文字は。フグの絵文字あるんですね、初めて知りました。私も今度使います。フグって入れたら2種類くらい出てきますよ。あ、そうなんですね。それはトラフグとなんとかフグとかですか？見立てによるとトラフグとハリセンボンですね。そうなんですね。あら、大事ですよ、アスーさん。はい。ということで、ぜひ皆さんもフグの絵文字を使ってフグを盛り上げていきましょう。はい。といったところでですね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。あ、今になっていっぱいコメント来ましたよ。はい、ロケットポチさんから目の閉じ方には本当にびっくりしました。ありがとうございました。それから OKZ さんからお話が本当に上手でものすごく面白かったです。このような企画はこれからも参加したいですという。荻本ファンがいっぱいです。どうしましょう、荻本さん。いやー、テンション上がってきました。ぜひまた呼んでください。今いや、なんか緊張が勝っちゃってたんですけど。本当ですか？全然わかりませんでした。本当ですか？いやいや、はい、やっと腹から声が。はい、本当ですか？皆さんが今ね、フグの絵文字を使ってコメントしてくださってます。うわー、ありがとうございます。わー、フグがいっぱい。どんどん使いましょう。はいはい、夏子さんからも面白かったです、勉強になりましたというコメントいただきました。あと OKZ さんとか象徴堂書店さんがいっぱいフグを送ってくれてます。あ、ここで一個ちょっともう一個だけ海峡館ネタ挟まって、はい、全然どうぞ、はい、ありがとうございます。フグの絵文字で思い出したんですが、ちょうど先週からですね、海峡館オリジナルのフグの LINE スタンプを、LINE のストアで販売を開始しました。はい、お金はかかっちゃうんですが、うちの職員が愛を込めて書いたので、ぜひ、ダウンロードしてください。職員の方が書かれたんですか？そうなんですよね。すごい。絵と魚が好きなスタッフがいまして、コツコツと書いてくれました。はい、はい。下関インターチェンジ降りましたとか、ちょっとどこで使ったらいいかわかんないスタンプに含まれてる。でもそれを、購入するとそれは海峡館さんを応援することになるんですね。あ、おっしゃる通りです。はい。なるほど。これは皆さんね、多分今日の配信を聞いてくださった方はおそらく、ま、ご購入されるかどうかわからないですけど、見には行ってくださるかも。なんて検索するんですか？あ、海峡館とか検索したら出てくると思います。あ、海峡館って検索すると出てくるんですね。あ、で、はい、その中にも、それは全部フグなんですか？その、下関インター降りましたっていうの以外フグです。それにはうちの活業者が書かれてるんで。それ以外はフグですので、ぜひフグ好きの皆さん、はい、僕と一緒に使いましょう。なるほど。海峡館はあれですもんね、もうフグの研究してないと水族館にお勤めするの難しかったりしますよね。そういうなんか研究をされてる結果が出てる方じゃないとなかなか飼育員とか研究系の飼育員になれないと伺いました。あ、そんな話があるんですか。違うんですね。ガセネタですか？すいません。全然私も全く知らないです。僕はクビになってしまうので、それだと。いや、うちは結構いろんなことが得意なスタッフがいて、こういう自由研究系が好きな人もいれば、工作が好きなスタッフとか、あと、漁師さんと、こう、すごい、
仲良くするのが楽しいみたいな人もいて、もう休日は狂ったように定置網に乗って魚を見に行ってる人とか、あとはまあ両生類が好きで真冬の川にウェットスーツで入ってこう山椒魚の巣穴の前に張り付いてる人とか、結構いろんなスタッフがいますね。なるほど。なので大丈夫です。何か面白いことができればっていう感じなのかな。まあ僕平社員なんでよくわからないですって思ってます。はい、多分ね、この話聞いたら多分学生さんもいらっしゃると思うので、なんか水族館将来目指してますみたいな方もいらっしゃると思うんですけど、はい、何かそういった方に向けたメッセージとかあったりしますか？あ、ここで言わせていただいてよければ、はい、ぜひと思います。はい、まずはですね、嬉しいです。仲間が増えるってことはすごく嬉しいです。っていうのと、よくインターンシップの方とかに聞かれるのが、なんかそれこそこうどういう人を求めていますかみたいなことを聞かれるんですが、なんか僕としてはいろんな人がいればいいかなと思っています。むしろなんか魚とかあんまり詳しくないけど、こんなことが魚に使えるかもみたいな別の知識を持ってる人もいたらすごく楽しそうだなって思っているので、はい。なんかもう自由だと僕は思っています。なので、いろんな方が水族館目指していただいて、いろんなアイデアを取り込んで僕らも仕事できたらいいと思ったので、ぜひあんまりこう、体力仕事だし大変なんですけど、大変だとは思うんですけど、それでもいいよっていう学生さんいらっしゃいましたら、ぜひまず、海教館の実習受けに来てください。うん、そうですね、はい。インターンは、いつでも行けるんですか？なんかもう決まった時期があるんです？そうですね。ちょっとコロナの関係とか、超繁忙期とかでお断りすることもなくはないんですが、うん、基本的には、年間通じて受付させていただいているので、まずは、お気軽に、ご連絡をいただけたら嬉しいです。はい。大牟田市動物園も通年いつでも来れますけれども、でもちょっと休園になっちゃったんで、本当にね、休園中に実はもうインターンでいらっしゃる方いらしたんですよ。あ、そうだったんですね。その方、実は前回も休園になっちゃって、ごめんなさいって言っていて、もう本当、実は他にもそういう方いらして、この間3度目の正直で2回休園になって、はい、今回初めてインターンできたという方もいらしたぐらい。なので今年は本当学生さんも大変ですよね、本当にこんなご時世なので、はい、ね、ちょっと就職先を見るのも厳しい状況だし、インターンするのも厳しいし、ちょっと大変だと思うんですけど、頑張っていただければと思います。そうですね、ぜひその熱意に応える形になれたらいいですね、はい、僕らも。そうですね。あ、なんとロケットポチさんからスタンプ購入しました。え、早いもう購入してくださって、お買い上げありがとうございます。はい、あと、純子 S さんも、はい、フグもいる、かわいいって見てくださってますね。見てくださったんです、はい。あ、それから、アスーさんは、うちの娘はペンギンさんの飼育員になりたいみたいですという。ああ、ペンギン。いや、はい、いいと思いますよ。とっても面白い動物です。ね、はい、海教館さんとか、あとね、長崎にもペンギンの水族館とかいろいろありますしね、ぜひいろんなところを見て、で、またね、学生さんになられたらいろんなところインターンに行っていただいて、経験を積んでいただいて、ね、一番いいなと思ったところに入っていただければ嬉しいなと思います。もう全然、園館は違いますけど、私たち動物園と水族館ですけど、でも仲間ですよね。はい、僕もそう思ってますね、はい。本当に目指すところは同じなんじゃないかなっていう。はい、うん、そうですね。だから結構動物園と水族館で、まあ細かいところ言えば、まあ違ったりすることも多いですけど、でもやっぱり向かっている方向とか考えている方向性っていうのは、まあそんなには変わらないし、むしろそこが違ってたら逆に、それはそれでなんか、なんで違うんだろうって話になるんじゃないかなと私は個人的には思ってるぐらいなので、はい、今日のこういう動物園と水族館がコラボをするイベントっていうのもなかなかないみたいなんですけど、ぜひまた第2回をさせていただければなと思っています。はい、よろしくお願いします。一緒だと思ってます。はい、はい、といったところでですね、ちょっとお時間がかなり超過してしまいました。申し訳ございません。はい、といったところで本日のライブ配信は、ここで終了にさせていただきたいと思います。長くご覧いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。